アヒルさん、完全に男を誘ってる。一匹おかしな子がいますね。はい、かわいい。想像以上にかわいかった。かわいすぎる。だあ。俺がスーパー銭湯でシャワー浴びた後よくやるポーズだ。なんてこった。もう人間に戻れないのか。悲しい。腹側の方が羽毛が少ない、もしくは背中の方が強い羽が多くて日光を遮り温まりにくいのでは。それなら他の鳥もやっても良さそうなもんなんだけど。迷子の動物発見される。人形見て。可愛いは正義。スコだ。映画に出てきそうな生き物やな。大きな魚が川に大量に集まる。地震の前触れか。さそう。手づかみで取れるやん。ええやん、食べ放題やんけ。うまいんか。何の魚や。ガチ勢ならわかるやろ。産卵期だからや。すごいジャンプするでこいつら。白蓮って外来種だよな。白蓮とか食えないやつやん。今日の夕飯決まったと思ったのに。捕まえて百工程に持っていけ。白蓮大量死して悪臭が今すごいらしいな。これ外人さん、ワニだらけの川を満喫。頭おかしい。ワニワニパニックですね。思ってたよりワニだらけだった。多すぎて草。餌足りてるんか。この間ワニの養殖業者が育ててるワニの群れに全身食われて死んだ事件があったから、この映像がどんだけやべえことしてるかようわかるわ。魚並みに密集してるやん。意外と襲ってこないんやな。ワニさん固まる習性あるんか。草から待って立ち往生したら終わりやろ。何食ってんだろ。多すぎやろ。海外はガチ悪質すぎるからあかんわ。これ大好き。かわいそう。第3次カルガモさん、丸飲みされてしまう。でけえ。どういう記事やねん。キチガイの目してますわ。ペリカン目だからな。ゴイゴイスー。そんな体格差あるの。ペリカンとかいう狂気の鳥。こいつペンギンさんのふりしてたやつか。珍しいお客さんが。思わぬお客さんが。そうですね。日本でもこの前ありましたよね。ああ、そのまま行きますね。普通に続行するのは草。特等席で感染してて草。行った草。人間大好き。警戒心なさすぎて絶滅しそうなカカポ。クソ雑魚の上に警戒心ゼロとか生き物として終わってるやつ。あの辺の生き物のんきすぎんか。カカポかわいすぎ。絶滅したら泣くで。イルカさんムッキムキで草。絵面強すぎる。キモい。イルカってよく見るとキモいよな。ええ顔してるな。パッツパツのスーツとかに合いそう。イルカなんでワイはこんなことしてるんやろ。強そう。ベルーガな。ベルーガやぞ。イルカやん。イルカってすごい。決しか目に入らんのよ。こいつら海の生物でよかったわ。頭良すぎる。アヒルさんの撥水性能がすごすぎると話題に。驚きの撥水性。驚きの中毒性。触らせて。雨の日便利やな。油か。車のコーティングはアヒルに任せる。コウモリ暑さで死んでた。喫煙所で虫の息や、生後何ヶ月やこの大きさ。触んなウイルスやぞ。触ってもうた。触ったらちょい動く。触ったんか。マジでやばいぞ。で、洗ってくる。もう遅い。素直で草。
コウモリはマジで雑菌やばいらしいな。ワイも前家に入っておかんがファブリーズしまくってた。バカっぽくて臭。ファブリーズで殺菌できるんか。ちょっとくらい触っても平気平気。かわよ。かわよ。動かなくなった五輪銃や。人工呼吸やぞ。グッバイ。とりあえずは余裕年にて洗ってこい。絶対その手で食い物触って食うなよ。東京湾にシャチ現る。すごい。ウィリー生きとったんか。懐かしすぎる。いいタイミングで写真撮れたな。マジやんけ。一緒に泳ぎたい。すげえ。シャチの群れに飛び込んで一緒に泳いでも襲われないらしいけど、わかってても怖いよな。水中カメラマンはそうやって撮影するみたいだが。一番の武器は頭の良さ。キリンやダチョウの略に曲がった膝、実はかかとだった。ずっとつま先立ちなのか。だから足細いんだな。ハイヒールなんや。長年の謎が解けました。カニフィグアの足を使って無機物に命を与えてみた。卵のこれから謎のクリーチャーが生まれるのか、この卵の姿が完成形なのか、わからないところが好き。マネーラヤン。カニというより、クモ。モンスターをモンスターにすな。ゴールドエクスペリエンスやんけ。ヒホアヒル風呂に入るでー。あ、こっちみんな。かわいい。不満そう。魚豚かおかわよ。立てる、立てるぞー。植物さん、とんでもないものに擬態してしまう。ただの鳥やんけ。すごい。かわいい。植物は目でもついてんのかよ。どうやって鳥の形を認知したんだ。これもう芸術家の作品だろ。何のための擬態だろう。鳥に花粉を運んでもらうために鳥に擬態してるのでは。毛虫とかがよりにくくなるんかね。仲間がいるって思わせておびき寄せたいのかな。天然の卵見つけてきたぞ。どうやったん。追跡して味と突き止めた。疑似暇かよ。料理しろ。モンハン。オスが巣を守るの。すげえじゃん。食った。あらかわいい。ウカまで見守ってひなみたい。ウカはさなぎ。成虫やぞ。アヒルストーカーしてたやつもいたよな。ニートだけど暇すぎてアヒルを一日中ストーカーしてたらもうこんな時間に。かわいい。楽しそう。これ半分君とならどこへでも行けるだろ。ある日のアヒル。アフラック。アヒルちゃんかわいい。お前か俺をつけてたのは。現在のアヒル。かわいすぎる。野生のアヒルって実在したのか。マジ？くそ楽しそうな一日だな。どこにたどり着くんだ。もう秋だね。アヒルちゃん。このアヒル人生エンジョイしてる感。ニートってやっぱおかしいわ。行動力がニートのそれじゃない。公園でおばさんがスキップで追いかけてきたから逃げるアヒル。なんだその状況。前から撮ってると思うとシュールすぎる。なんか懐いてね。俺も川でアヒル見たことあるけどすぐ逃げてった。飼ってんのか。空飛べたらストーカーから逃げられるのにと思ってるアヒル。何ちょっとアングルいじってんだよ。これは写真コンクール出したら賞取れるぞ。向かい風を浴びて飛んでる気持ちになるアヒル。クソワロタ。ペンギン、すごすぎる。これ事実上地球の支配者だろう。70万も数えたんか。ワールドカップで優勝したのかな。シャチ、来いよ。絶対臭い。
ウォーリーを探せ。各地の水族館や動物園でペンギンの行進あるけど、あれは癒されるけどこれは多すぎ。餌場かな。アザラシ困ってるやん。ほな蒸していくで。やっぱクートニワトリなんかな。油が多すぎて食えたもんじゃないらしい。ひどい。へ。牙がない動物って可愛い印象とは裏腹にこういう陰湿な真似するよな。これがライオンやクマなら殺し合いで解決するし。すでに何度も排泄物がかかってるやんけ。なんやこいつ。ゴイサギやね。全国のペンギン園で魚を狙う姿が目撃されとる指名手配犯や。こいつ大好き。専門家もびっくり。イルカがサメを集団で捕食する姿をドローンで撮影される。不可思議なこともあるもんだ。サメちっちゃくね。集団で襲うとか残虐行為。この後画面奥から親サメが出てきて逆襲されるところまでがコピペ。海って絶望的だな。もっとでかいサメを食べてるのかと。サメって魚なのか。想像してたのと違う。サメは雑魚、所詮魚類。イルカの水中時速 60km の体当たりで全身粉々になって死ぬ。専門家もびっくり。イルカは知的で可愛いとか言ってるバカは野生イルカの近くで泳いでみろ。お、海岸に餃子落ちてるやんけ。触ったろ、結果。触るな危険。海岸に数百匹の毒クラゲ。死んでも触手が反応。これは触るわ。うまそう。どこの海岸や。水餃子やね。あら美味しそうな水餃子。言うほど青い餃子食べたいか。言うほど海辺に落ちてる餃子拾うか。子供とか喜んで触りそうやな。死んでも反応ってジャックハンマーやんけ。カツオのエボシは知ってるけど、カツオの冠ってのもいるんだ。綺麗。意識高い系水餃子やん。